ございます。視聴者が、まあ、ゴルフの悩みがいろいろあると、それをみほちゃんなりに、まあ、こういう感じだったらこういう練習方法があるよみたいな話をしてもらいたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、インパクトの瞬間、何を意識していますか？ゴルフ13さんです。インパクトの瞬間ですか？まあこれはもう本当口頭で、何インパクトの瞬間何も意識してない。何も意識してない。ただ振り抜くことを意識しています。はい、インパクトの瞬間は意識してないですね。そのプロはなんかその打ちたい球筋によって少しこうドロー出したいときはやっぱこう右に出して、フェードさせたいときはこう左に出してとか、振り抜く方法はちょっと考えますけど、を考える。瞬間はちょっとそれが瞬間になるのかな。まあインパクトよりもその先のフォローとかの方が意識していることはある。あともう打ってるサイズって本当にそのリズムとかしか考えてないので、あんまりインパクトの瞬間でコースでこうしようとかは考えない方がいいかもしれない。はい。次いきます。佐藤重明さん。はい。ドライバーで飛ばしたいと思うと手が先行して振り遅れちゃいます。我慢しようとしてもわがままな手が言うこと聞きません。なんかいい方法ありますか？多分。手が先行しちゃうっていうのはキャストしちゃうってことなんですね。この角度を少しこう保ったまま打ってみるといいかもしれないですね。手が先行しちゃうのかな。これもあるかでこの方がなりやすいよ、アマチュアとか。そうですね、こうはさ止まってきて、でも今のだとそのスライスしちゃうってことはまあ、あんま少ないですよね。でもどっちだろう、多分キャストの方だと思うんですけど、キャストする方は少しちょっと離す、うんうんうん、でバックスイングすると普段よりも少しこう角度が作りやすいんです。角度が作りやすいのと角度をこのまま意識しやすくなるんで、ちょっとこのままこう当てる練習とかをした方がいいです。これで当てるの少し難しいので、本当にこの切り返しのところでこうやって素振りするでもいいので、できるだけこのグリップの力を抜いて体の回転で、確かに離すとね、はい、分かりやすい、うん、普通にしてるとちょっと分かりづらいので、離すと分かりやすいからちょっとそれをやると、はい、で見てもいいかなと。松宮直彦さんです。下半身リードのスイングがなかなかできません。みほちゃんのように早く腰を切るにはどのように体の部位を動かせばいいか教えてほしいです。意識しやすいのはトップで止めて3秒ぐらい待って、そこからこう腰から一回止まる。これは別にその早く振る練習ではなくて、一回止まってると自分がどこからこう動き出すか意識しやすいんです。例えば足からとか腰からとか腕からとか。でも分かる。なんか一回止まるとさ、癖があるとさ、うっってなったりとかさ、はい、結構こうやっぱこう手から動きやすい人ってこう腰としながらこう動いてきちゃうので、ここをこう意識してちゃんとこう腰から止めて1、2、3腰から。そうするとちょっと分かりやすい。早く振るとはちょっと違いますけど、一回止めてみて打ってもらって、はい、1、2、3、止まってた、すごい。普通に振れるんだね。最初ちょっと難しいかもしれない、うんうん、すごい。ぜひじゃあこの練習もやってみてください。はい、山本さん、はい、美穂さんの、はい、美穂ちゃんのドライバーのアドレスが前傾が浅いように見えます。わざとやっているんでしょうか。はい、またインパクトで頭を右足方向に傾けるのもわざとやっている
なんでこわざとやってるかどうか質問です。物理的にはカウンターバランスになるので飛距離アップにはプラスになると思うんですけど、軸がずれる動作でもあるのでどうなのかなと気になりました。はい、前傾が浅いのは私が結構ハンドアップに構えるんですよ。これ極端ですけど、ハンドダウンに構えてるとかは結構前傾深くなるんですよ。ハンドアップ、なんでかというと、まあ少しドラゴンの意味もあるんですけど、こう体からこう離してる方がこう腕が長く使えるんですよ。例えばこういう風に体の近くにしてると、せっかく長尺使ってるのに長尺じゃなくなるの、なんか短く見えるだからちょっとこう長くして使ってある。あとこれは多分予想、自分で予想なんですけど、きっかけが嫌だからちょっとこうだんだんこうハンドアップになってきちゃったのかなと思う。ちょっと癖ですね、そこは。で、頭がこう右に傾くのは多分腰の中心とかってあんまり変わってないと思うんですよ。体自体がこうなってるわけじゃなくて、多分腰は回ってて軸は中心だけど、この勢いに負けるとヘッドスピードって上がんないんですよ。こう左に動くものにこう釣られていくと、ヘッドスピードってこう軸が逆にこうずれちゃってることになるんで、だからこれ負けないように我慢してたらちょっと右に傾くっていう感じだと思います。なんとはい、なんか自然の現象って感じ。そうです、そのカウンターバランスって言ってたのと同じように足とかこの体幹とかはそんなにこうなってるわけではないと思う。上だけ、頭の部分だけちょっとこう右になるのかな。はい、ありがとうございます。